Hello everybody, this is Kaz. 英語の者の人です、えー。今日はですね、私の、えー、新しい目標をシェアしたいと思います。えー、この1年半ぐらい、会社のスピーチをやってきまして、ついに緊張せずに喋れる段階まで来まして、えー、この上のステップとしては、デリバリーというか、えー、相手が聞いていて、何、えー、ていうか、例えば感情が伝わりやすかったりとか、えー そういうデリバリーっていうんですかね。それを注目していきたいんですけども、あえて自分の声を自分の聞きたい声にしていくということをちょっと目標にしてるんですよ。えー、例えば今、日本語では結構それをやってるように思います。例えば今このように、えー、マイクの前で日本語こういうふうに喋ってますよね。このように喋っていますけども、でも普段はこ,国普段はこんな喋り方してるわけです。えー、日本の友達親とかと喋るときは、 こんな喋り方をしてるんだけども、マイクの前に立つとこのような日本語を喋ってるわけですよね。そしたら別に英語でそれをやってもいいわけですよね。で、えー、気づき、気づいたのうちの,あの妻、ワイフ、アメリカ人ですけども、普段、普通の税関の時からいろんな声を使い分けてるんですよ。時と場合によって。これは、あの、ワイフだけじゃなくて、えー、親戚とかも。 まあ一つの例。まあちょっといい例かどうかわからないですけどもえ、お父さんがこんなに言ったよと言って、そこからお父さんの声を真似してみたりとか、あるいはその時と場合に応じて声を変えてみたりとかしてるんですよね。そしたらそれ別に僕はやってもいいわけですね。When I speak English, I probably should try.But、uh, so far, I was really focusing on、um, いかに緊張せずに喋るかというのはもう今まで大切なことで。というのは、 物事には順序がありまして、緊張がまず取れないと、次のステップに行けないと思うんですよ。まあ、その緊張が取れる前っていうのは、例えば英語のどで喉発音しないと、何やっても通じないし聞こえないし無理だとか、そういう順序があるんですね。で、えー、僕の今、えー、ちょっと頑張ってみたいのは、自分の理想の声を頭の中にあって、それを自分の英語を合わせていくというかね。So I will try to kind of Um, aim to achieve the quality of sound I want to produce by my own voice, and I'll try to kind of replicate my goal in that way, uh, which is really, I think, what artists do, singers do with their singing, or maybe guitarists may try to do that if they want to achieve a certain kind of sound for themselves. Is that right? I think many of you out there who are musicians. 何も考えずにただ単にバーンと出した音じゃなくて、こんな音出してみたいなって、それを出すというね。So I'm gonna try that even in English.So that's what I'm gonna do from today.Today today というか、まあちょっと最近挑戦しております。えー、皆さんも、もしそのレベルにきいらっしゃ来てしまっきた、そこまで、そのレベルまで来た方は、ぜひ挑戦してみてください。